サブチャンネルでーす。こんにちは。エアマンでーす。何その目線。はい、ちょっとサブチャンネルをあまりにもサボりすぎているということで焦って、そういえばこの話したいっていうのを見つけたので、今日は小学校受験とか、こう幼稚園受験とかについてちょっと喋りたいなって思います。これを見てる人の中でね、自分に子供がいるよっていう人が何人いるかちょっとわかんないんですけど、まあ、私はね、男の子二人のママでして、まあ、5歳とね、今1歳の、まあ、3歳差兄弟なんだけど、そういえばポンス、来年、受験の年なんですよ。もし小学校受験をする場合ね、の話なんだけど、まあ、大前提、私とうーくんは、どこで子育てをしていくかっていうと、ベースは東京なわけよ。たまに岡崎とかにも行くんだけど、幼稚園とか小学校とかは、まあ、東京にしようかなっていうふうに思ってます。思ってて、水飲みたいの？うん。なんかさ、自分がさ、小学校受験とかしたことないからさ、なんかする意味があんまわかんないの。でも、うーくんは、まあ、なんかせっかく東京にいるんだったら、まあ、いい小学校とかあるし、それを受験して見るのもいいんじゃないって言ってて、まあ、見るのもいいんじゃないって言ったってさ、こっち、受験用意をしなきゃいけないのはさ、まあ、私じゃん。だからさ、なんかマジわかんなくて、どうしたらいいんだろうみたいな。塾に通わせたり、そういうことをしなきゃいけないみたいなのね、なんか調べてみたんだけど、なんかさ、幼稚園の時からさ、なんかそれってやる必要あるのかなって思っちゃうんだよね。私は、小学校低学年ぐらいまでは、なんか楽しい、泥系、缶蹴り、イエーイみたいな感じで育ったのね。で、勉強をガチでやり始めたのは、もう本当に小学4年生とか高学年になってからなの。だから、なんか幼稚園の時にこう勉強した記憶なんかないし、その、しつけ、まあまあ、しつけはされてたけどさ、その勉強？ペーパーをやんなきゃいけない。ペーパーテストやんなきゃいけないから、これをやんなきゃいけないとかは、ほんとなくて。小学校の高学年でめっちゃ勉強したって感じなんだよ。だから、自分の人生にこうやって照らし合わせてみても、幼稚園で、小学校受験に向けて勉強するっていう感覚が全くわからなくて、そういう人生を送ってないからさ、それが正解だって思えなくて、で、勉強させ方もわかんないし、ちょっとポンスはね、今行ってる幼稚園があるんだけど、それを変えて、ちょっと習い事とか、受験対策に特化してる幼稚園みたいなところに、こう変えたんだよ。兄弟で行くことにしたんだけど、なんかさ、心配っていうか、なんかそんな風に、なんか、自分は努力しなかったし、なんなら私はもう2年保育、年中から行ったの、幼稚園に。年中から年中年長だけ2年保育で、もうなんか小学生の時も親に全部時間割の用意とか全部してもらってたみたいな甘ったれでさ、すごいこう一人ですごい考えちゃって、みんなどうしてんのかなって思って、私は全然公立の小学校でよくねってさ思うからさ、公立の小学校賛成派なんだよね。地域の小学校で育って、で、受験は中学受験を目指すとか、高校受験を目指すとか、まあ、一回なんかこう何かを目指してめっちゃ勉強する期間っていうのは人生に必要だと思ってんの、学生時代にね。でもさ、小学校受験したら、小学校受験したらそのままエスカレーターで中学校行けますとかも結構あるし、なんか、半端になんか努力しなくなるんじゃないかなとか思うけど、まあそれは私たち次第なところもあるんだと思うんだけど、悩んでんの、ずっと。てか、悩んでる。もう、いろんなことに悩んでて。もう、やばくない？もうさ、やばいんだよね、最近。なんか、メンヘラが、もともと超メンヘラっていうか、超情緒不安定の、もうなんか本当にジェットコースター、感情ジェットコースター人間なんだけどさ、それがね、もう最近ね、小刻みなの。っていう感じで生きてるから、子供たちにも、ちょっとたまに八つ当たりしちゃう時があって申し訳ないなと思うんだけど、いや、子供のことちゃんと考える時期に差し掛かってるからさ、ちょっと YouTube がめちゃめちゃ、サブジャンとか3週間ぶりぐらいに上げたしさ、やばいなって思って、まあ、ちょっとうちもね、その、動画以外のこともいろいろやり始めていかないとなって思っている時期ではあるから、だからもう毎日心配なのね、もう福丸は特に。もう超心配なのよ。
もう泣いて、最初とか、まず、もうずっと最初の1週間とか泣いてさ、うわーってなってたんだけど、でも今日、久しぶり、あ、めっちゃトイストーリー。そうそう。最初超心配だったんだけど、なんか、最近はね、こう新しい先生にも馴染んで、なんかさようならとかちゃんとできるようになったっぽいし、なんか前より泣かないでこう過ごす時間が増えたって言ってたから、だからもうすごい安心して、ああもうよかったって思ってんだけど、そういうね、こう慣れないことをし始めてる時だから、私も結構ね、もうその間超メンタル不安定になっちゃってまた。もうそういうことがあるたびにメンタルが不安定になるの。私の周りにいる人は本当に大変だと思う。本当にかわいそうと思うんだけど。バスじゃん。バスじゃん。最近超プクマルがね、トイストーリー大好きで、もうずっとトイストーリー見てるんだけど。いやね、本当に、まあ、とにかく、ちょっと長々話してるんだけど、結構ね、いろんなことが変わった、この4、5、6月ですね。はい。近況報告っていう感じです。どうなる?てかさ、超悩みなんだけど、うちのさ、しばなんチャンネルさ、しばなんと一緒?超さ、子供向けになりやすいの。で、コメントがオフになりやすくて、なんか、他のね、なんか私が見ている他の親子で出てるチャンネルとか見てもコメント空きっぱなしなのに、しばなんと一緒だけ1週間ぐらい経つとコメント欄がオフになるの。それ何なんだろうと思って、コメントオフになっちゃうのはちょっと申し訳ないなと思って、見てくれてる人に、楽しみじゃんあれって、ごめんねという気持ちでねいるんだけど、ちょっとなんか私もよくわかんないから、ちょっと調節してもらえるように今言ってるので、まあ、もしでもオフになっちゃったとしても見てほしいな。でですね、炎上白書の発売からもう2週間ぐらい経ってるんですけど、めちゃめちゃ好評いただいて、重版っていうんですか、あのもう一回こう増しでするみたいな本を、それが決定しました。ありがとうございます。もうそれってもう本を出した人からしたらもう超あの念願というか、もうすごくありがたいことでね、刷った以上の本がもっと求められてるってことで、もう一回刷り直しっていうことがね、決まりました。なんか王様のブランチとかにも紹介してもらって、2位になったの。嬉しくない？もうそれも超嬉しくて、もうほんとみんなありがとうって思ってる。もうほんとにありがとうね。いやーなんか自分が、この炎上しまくっていた時期を終えて、もう次に進みます。っていうかもう炎上しません。もはや。もう炎上なんてもう絶対にしないで生きていきたい。その覚悟で、あの本は出してるし、まあ、いろんな覚悟、いろんな気持ちがあるんだけどね。それがみんなに読んでもらえて、手に取って、こう、いろんな人の感情をね、こう、少し動かして、で、なんか、うーくんも、文章がすごい読みやすかったって、うーくんが言ってくれて、うーくんっていろんなアニメ、漫画見たり、文章読んだりしてるから、なんかすごい、なんか、あーちゃんの文章力がすごい、良かったって、なんか、うーくんに言ってもらえて、それがめっちゃ嬉しかった。うん。そう、ということで、炎上白書についても、もうすごくいいね、こう、成果を上げてて、うん、めちゃめちゃ良かったなって出して、この本。本当に良かったなって思ってます。待って、ちょっといろいろ待って、いろいろ話してないことがある。やばいんだけど。誕生日の話とかしてないよね。誕生日さ、なんかうーくんが祝ってくれたんだよね。ちょっと映像流しとこうかな、ちょいちょいで。はい、こちらです。ママ、目つぶって。なんか民族
持ち？なんだろうな。まあその今年はこう普通ぐらいは祝ってやんねえぞという、あ、鼻息で一個ロスが消えました。すいません。こう普通のお誕生日おめでとうではないのかなという。その何かしらのちょっとこう戒めの儀式、改めの儀式、そのものを感じます。そうですね。まあどんな曲流そうかなって思った時に、はい、まあ涙サプライズが一番遠いのにしようと思って、はいはい、歌ってましたよね。あ、はい、歌われてました。一番遠いのにしてやろうと思って、まあこういう感じもいいんじゃないかなと。じゃあゴッドブレス、神の息吹。はい、こんな感じでね、お誕生日祝ってもらったよっていうのと、炎上白書のトレーラートラック走ってたんですけど、それがね、まあ、期間終了したよっていうので、バスをね見に行った時の私の様子、はい、こちら。何この状況、何やってんの俺ら。いや、ちょっとわかんないっすね、僕も。なんだこの状況は。ありえない、こんなことになるとは思ってなかった、人生が。え、なんで今こういう状況かっていうと、まあなんか守ると今日昼事務所で私が会って、たまたま守るっていうのさ、やめてくんない？え、なんで？え、守るだよ。そういえばさ、映るの初めてでしょ、一緒に。あ、はい、そうかも。だって、え、これシバナンチャンネルですか？シバナンと一緒。いや、わかんない、サブチャンネル。サブチャンネル、うん、サブチャンネルに。嬉しいです。ありがとう。いえ、みんな誰もがさ、はい、この二人がここが交わると思わなかっただろうね。僕マジ、僕ヨーグルト事件からファンでしたもん。ヨーグルト事件からファンやめて。ね、で今ね、そのままね、表参道来てトラック走ってないかなって言って。え、めっちゃ重かったですよ、本。ね、バカにしてるでしょ。おー、笑うな。真剣に書いてたから。読んだ？これ後半のなんか10ページ、うん、赤い10ページみたいな、なんか。炎上バンバンバンのやつね、はい、あれやばいよな、先生に考え、炎上歴をだーって書くやつね。はい、こんな感じで私も表参道とか原宿ら辺を歩いてね探してたんですよね。見つけてくれて、こう写真とか送ってくれた人、ありがとうございました。その日には見られなかったんだけど、その次の日の誕生日のちょうどその日に見ることができたっていうね、めっちゃ嬉しかった。あった、見れた、しかも誕生日に、嬉しい、最高。そして最後に、7月2日はイベントですね。ついに私がみんなに生で会える日になってます。もうそれがもう楽しみで楽しみでしょうがない、うん、その日を私はすごく楽しみにしているので、来る方はね、万全な体調で来られるように、風邪とかひかないようにね。夏ってクーラーでもう超なんか風邪とかひきやすいから、そこだけ気をつけて、うん。え、割れてんじゃん。え、割れちゃったの？うん。え、しかもうんちした？うん。うんち見して。うん。お尻見して。うんち出てる。うんちすると笑うんだよね。ちょっとうんち変えよう。ということで、最近の報告をめちゃめちゃいろいろしたよーっていう話でした。てか今年さ、超花火とか祭りやるじゃん。私絶対行くから。全部行く。全部行く気持ちでいる。花火とか祭りに。楽しみです。はい、ということで今日のサブチャンネルは終わりです。バイバーイ。